あんずちゃん、少しあんずちゃんもなでなでさしてもらえないでしょうか。やだぼんっていう感じ今例えばこれをすると、あ、ダメでしょうか。寝てる時しか触らせないんですか。あ、もうハンモックまで行こうとして、この人なんか触れるんだよ。はいはい、はいはいはい。ちゃこちゃん、ほら、こんな差がついちゃったよ。まあ、お子様に。さあ、逃げる逃げる。わかりました。はい、行くよ。おお、また取れた。え、あかんね、これやっぱりケージに向かってやるおもちゃじゃないんだね。まあな、でも大体ね、噛んで捕まえたやつがこれね。取れやすいので、ペンチでやりましょうって言うと、まあ、もっとペンチでやるわじゃ。取りやすいのでペンチでもっとやりましたにしとく。ペンチで付け替える。ほい。はい、2回。え、ちゃこさん2回あるんですけど。結構加えてからが強いっていうのもあるけどね。はい、1回です。1回です。1回。おいし。
ぱ動体視力すごいね、こうピューって飛んでくるとこのさ、着地点にちゃんと来るからね。はい、2階だ。鈴ちゃんだけ特別3階があります。はい、じゃあ2階から1階へ。はい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 、はいはい、シャコちゃん、シャコちゃんの2階行きますよ。はい、おー、飛んだ。すごい、うん、みんなお猿さんみたいだよ。なんか、シオン君の方が緩慢に見えるぐらいスピードが上がってきた。ちょっとね、あの楽しそうに遊んでるのを見てるよね。女子の威力ですね。うん。いや、おお。はい、タブ君もすごかったよ、ね。タブ君もさ、加えて自分のとこ持っていくけど、猫ちゃんも持っていくんだね。そうだね。あ、途中抑えられた。すごい。こんだけ運動したらご飯食べて寝るだろう。じゃあ。ちゃん爪鋭すぎ、外れないよ。はい、シオン君が取ったってことで。みんな外に出るとこんなにね優しく取れるようになるね。ほら、そしてこんな風に走り回れるよ。うん、来た来た。さあ、ご飯の用意ができたそうですよ。はい、ちゃこちゃんどうぞ。ご飯だよ。遊びかと思っちゃったね。遊びの方がいいのかな。え、ちゃこちゃん、はい、ちゃこちゃんご飯。あ、下にね、まだ猫じゃらしの先がおもちゃがある。じゃあ置いとくよ。あれ何かと思ったらカーテンに引き入れてたんだ。それもある。それちょっと取りに行きたいな。はい、あんずさん。表ではございませんが。はい、どうぞ。もうちょっとこっち来て。あれ。あんずさん。
ちゃん、出ちゃん、出ちゃん、おいしいね。シャコちゃんのレベルでもこんだけ破壊するんだから、ラブシオはやっぱりお手のもんだったね。